最近ミュージック最近 TV を問うや。はい、皆さんこんにちは。最近 TV の最近です。いやー、それにしてもね、海外は面白いものがいろいろあります。今回もドイツで買ってきたものをご紹介いたします。じゃじゃん、舌に色がつくチュッパチャップス。はい、パッケージ近くで見るとこんな感じですね。まああんまり読めないんですけれど、ここにね、コーラとオレンジとさくらんぼの絵が描いてますね。黒っぽいのと、まあ、ピンクっぽいのと黄色っぽいのが入ってるようです。で、絵で見る限りですが、舌に色はつく感じですよね。それでは開けてみます。よっ、いでよチュッパチャップスガー。おー、これ全部同じ数が入ってるわけではないんですね。おそらくコーラとさくらんぼが美味しいのかな。これはね、こっちの量が多いですから、うん、正面から見るとこんな感じ。じゃあまずはオレンジ、オープン。うわ、結構濃いねこれ。確かに濃い色をしてますね。はい、次はさくらんぼですね。オープン。うわー、すごい色だ。これは色が濃いですね。はい、最後はコーラですね。カモンコーク。うわすごい、これはコーラの色ではないけども。さあ3つ並べるとこんな感じ。どれも劇的に色が濃いですね。特に黒がやっぱりやばい。しかも結構こだわってて、ちゃんと棒の色まで揃ってるっていうね。では早速舐めてみたいと思います。オレンジから。うん、味は美味しいですね。オレンジの味がする。ちょっと黄色くなったかな。まあオレンジの場合はそこまで強い色つかないのかもしれませんね。でもちょっと黄色いと思う。はい、お次はレッドいきます。黄色よりは色つくんじゃないかなと思うんですけどね。味はね、基本的に美味しいです。うん、チェリーのいい味がしますね、これは。ちょっと赤い気はしますけどね。なんかね、ちょっと舐めすぎて舌が切れたっぽいですねちょっと痛いんだよね。しかも多分ね、おそらく上の方も切れてますいや、こんなことで男はへこたれませんよ。黒いきましょう。最後締めですからね。 GO。 あ、コーラの味だ。美味しい。お前ら、俺の舌の色は何色か知ってる？もう、もう一回いきます。おい、お前ら、俺の舌の色は何色か知ってるか？見て驚くな。あれ？ちょっと黒いだろ？そうなんだよ。はい、結果としては、大したことはないということですね。まあ、どの色もね、多少色はついたと思うんですよね。ただ真っ黒とかにはなんなかったですね。もっと結構きついやつかなと思ったんですけど、ただ味はどれも美味しかったです。うーん、ドイツ奥が深いね。まあ潔癖症ではないと思います。ただ確かに言えることは、几帳面ではあると思います。で、全体的にはね、別に全部が几帳面ってわけじゃないんですよ。結構大雑把といえば大雑把なとこもいっぱいあるんですけれど、こだわる部分はめちゃめちゃこだわるんですよね。結論は、まあ、潔癖症ではないということですね。それではまた次回の正金 TV でお会いしましょう。 See you next time! セイキン TV、チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、そして随時最新情報を更新しているセイキンの Twitter、 動画概要欄にそれぞれのリンクがあります。お気軽にチャンネル登録、フォローをしてみてください。